どうも、お久しぶりです。馬です。ということで、町行こうよ動物の森、久しぶりに撮ろうと思ったんですけど、僕今日誕生日らしいです。ありがとうございます。はい、ありがとう、半年ぶりに会ったのに。はい、ありがとうございます。ということでね、町行こうよ動物の森、久しぶりにやるわけなんですけど、始めたらなんか誕生日祝われましたね。はい、今日のね、収録してる日が僕の誕生日なんですよ、実は。はい、なんで誕生日ね、久しぶりに撮ってるわけですが、いやー嬉しいなー、見知らぬ猫に。うっ、保つ、せーの、ハッピーバースデーウリくん。おお、保つ、ありがとう。わあ、嬉しい、祝ってくれた。大好きなウリーくんにプレゼント持ってきたよ。何パー口癖が懐かしいな。何、僕のやつ3回分我慢して買ったバースデーケーキ。そんな保つ、一人食べよう、バースデーケーキ。うん、ありがとう、嬉しい。保つ、久しぶり、半年ぶり。うん、ありがとう。うわ、嬉しいなぁ。いやー、なんかみんなハッピハッピしてるけど。え？名前が。名前当てるか。キャサリン。キャサリンの君が。違った！エリフィン。あら、ルッシー。お久しぶりです。あ、はい。ありがとうございます。半年ぶり。マジで？荷物でね、手紙多分いっぱいだと思うけど。四つ葉のクローバー、すごい、誕生日に四つ葉のクローバーとはいいことが起こりそう。どうも、宮地さん、みぞれさんだった。あ、ウッシーじゃん、びっくり、ジジェ。こんな長い間一体どこだに世話やってたのさ、ごめんね。あ、親子夫まだいるんだ、すごいな。親子夫なんてもう3年くらいこの村にいてくれてるけど、てか雪が積もってんね。いやー、そっかー、12月かー、雑草が結構あるね。まあ半年間ずっとこの村には来てなかったからね。いや、嬉しいな、みんな誕生日祝ってくれて。ちょっとここは誰だ、サンゴ、懐かしいなー。ちょっと待って、村の住民全然名前覚えてないよね。なんか顔見て名前言われないと。久しぶり。あ、ウシくん、ハッピーバースデー、うりゃー、ありがとう。あ、まだまだ。いや、タモツと食べるから、それは君にはあげない。タモツと食べる俺は。いやー、タモツいい子だね、あのゴリラ、すごいな、そこまで追い抜くと。うほ、よし。お、ガチャ、コージーだった、ごめん。あ、ウーリー誕生日ありがとうございます、コージー。あ、ごめん、見てない。わかりました、読みます、後で、ごめんね。よし、じゃあここは名前やってるか、顔だけ見て。よし、いきます。あ、金閣、覚えてるよ。おお、ありがとう、金閣。おお、かわいい。ありがとうございます。いやー、嬉しいな。というかさ、よくみんな覚えてくれたよね。もう半年間も無駄開けてたのに。ちょっと待って、ちょっと操作が慣れない。おお、渦巻きだ、渦巻き。よっしゃー、うまい棒さん。いやー、もう二度と会えないかと思ってました、ごめんね。言って、今までどうされてたんですか、病気とかしませんでした。あー、大丈夫です、事故にも会いませんでした、会ってないです。辛いことはちょっといろいろありました。はい、
お久しぶりです。これからもよろしくね。いや、誕生日祝ってくれる人と、あの心配というか久しぶりって言ってくれる人がいるんだね。嬉しいな。てか雑草がすごい。ほい。ちょっと待って。ここら辺木多いな。ちょっと待って。それにしてもさ、この格好何よ。確か前回もこの格好だった気がする。このなんかダサーい格好で。ちょっと。さあ、ここは誰だ？スパーク！覚えてるよ、あのリス。スパーク久しぶりじゃないか。めっちゃ久しぶりだ、スパーク。よい、スパークもね、好きな住民の一人なんで。おえい。顔が見えない。お、ありがとう。あ、ありがとうございます。後で呼びます。いや、嬉しいな。嬉しいね、誕生日メッセージ送ってくれるなんて。みんな優しいね、この村の人たちは。さて、もう住民は全員と挨拶したかな。ちょっと見てみるか。特に新参はいないね。半年間誰も入れ替わりしてないんだ。それはそれですごいな。みんなこの村が好きなんだね、クロス村が。いや、嬉しい嬉しい。とりあえずさ、ファッションを変えたよ、俺は。ファッションを変えたい。とりあえず、仕立て屋行くか、仕立て屋。村長とかも何か祝ってくれないかな。ちょっと、行ってみるか。村長。さすがに村長いないか。お！ハッピーバースデー、うまい棒さん。お誕生日おめでとう。いつも楽しいあなたと、ずっとずっと一緒に過ごすことを祈ってます。ありがとう。嬉しいな。よし、じゃあ、仕立て屋で。やっぱ誕生日だからね、なんか、おしゃれに決めたいね。なんかないか？おい、どうも。おー、これは、これいいね。ゴシックの服。いいじゃん、いいじゃん。着てみたい。お、いいですね、ゴシック。買っちゃう。よっしゃ。で、帽子は、マスク。マスクかメガネか。フェイスマスク。かぶってみたい。いいね、これにしよう。誕生日だから。どうもー。いいね。あ、そう、さっきケーキもらったんだ。ちょっと待って。オッケー。ケーキもね、後で開けましょうか。で、身につける。フェイスのマスクも、あー、めんどくせえ。よし、オッケー、いいね、おしゃれおしゃれ、かっこいい。どうもどうも。さて、言うて久しぶりに町盛りやってみたはいいけど、そんな特にやることも決めてなくて、ただ久しぶりに町盛りやろうかなと思ってね、始めただけだけど。いや、懐かしいな、クロス村。もう2015年も終わりだというのに、ここ確か、クロス村2014。このマイザインもね、撮っとくか、後で。今撮っちゃおうか。あ、そっか。町盛りはしまうんだ。飛び出しの方ではね、足で消すもんね。いやー、懐かしいな。クロス村。てかさ、なんで俺クロス村って名前にしたんだろう。それずっと疑問に思ってたけど。なんでなんだろうね。もう、8年くらい前かな。1年もないか。5、6年、6、7年前の話だから覚えてないけど。なんでクロス村にしたんだ。ほんとに。なんか、前デザインを撮ったらすごいなんか広くて、憩いの広場って感じがしてきたね。いいね。いやー。そっか、町行けるんだ、町森は。わ、懐かしいな、町。町もまあ、ゆっくり行きたいな、そのうちね。お、雑草がいっぱいある。どうしよう、町盛りってさ、これから何しようか。もうローンも返済し終わってるしね。村もだいぶ設備になってるから、これからどうしようか。
どうしよう、これから何してほしいですかね。なんか言ってくださいば、それやりますけども。とりあえず雑草を取りまくって、ほんと雑草多いな。さあ、親しく会おう。親しくもね、心配してくれてるらしいからね。親しくオフ。おお、風邪ひいてる。わかったわかったわかった。薬持ってく。親しくってさ、前回もなんか風邪ひいてなかったっけ。なんか記憶が遠いけど、そんなイメージがあるけど、大丈夫か。今すぐ薬を持っていくか。たぬきちなんか誕生日だからね、なんか祝ってくれないかな。誕生日おめでとう。今日は好きなものを好きなだけ持って行っていいんだな、もんなんてないか。あ、忘れてた。せっかくね来たからね、たぬきポイントシステムズご来店ポイント。はい、よっしゃ。今何ポイントあるのかな、ポイント確認。はい、8937ポイント。いいね、シルバー会員。わあ、1063か。これ今後の目標にしたいね。プレゼント1回。あー、いっぱいあるいっぱいある。7093か。おー、無地なのかめ、水なのかめ、すごいな、怖いな。いやー、よし、まあまあまあ、ポイントはねこのくらいにしといて、家具見てみようか。そう、家も模様替えしたい、久しぶりに。うん、気分転換というか、今そうそう、家がどんな感じなのか知らんけど、おー、どういう感じでしょう。お、クリスマスツリー買っちゃおう。かわいい、買います。あった、これは早く部屋に飾ろうよ。はい、どうもどうも。よし、そう、お薬お薬お薬。荷物は、あー、うそ、荷物いっぱいやん。どうしよう、ちょっと待って、カーソルが出てこない。カーソルが、あ、出てきた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 。オッケー、よし。なんか 手紙につけれるね。金の浄土つけて、で薬買う。はい、買っちゃう。だなも、よっしゃ。でこれをワヤシコフに届ければ、ワヤシコフが元気になるんだよね、確か。記憶が遠いから覚えてないけど、飛び箱が、飛び箱を飛んで椅子に頭ぶつきそうな気がするけど。はい、お薬だよ。よし、あ、めっちゃ震えてる。じゃどうぞお薬。風邪ひいてんのにそんなバク転ができるとは。なんだか少し体が軽くなったかも。バク転できるか。だってか、この部屋すごいな。椅子が4つあって、テーブルとか机がこんな端っこにあって、ティーセットが地べたに置いてあって、飛び箱があるっていう。すごいな。5人椅子に座れるけど、もうさ、これを、この椅子をさ、この椅子をあっちのこの机の前に置くのはどうよ、お前。その方がいいと思うぞ、俺は。よし、じゃあ誕生日プレゼントにもらったバースデーケーキを置いてみようか。うわあ、こっちの方とかすごいな。結構ボックス多い。結構雑草が多いね。よし、いや、あ、ここ誰、ここ誰だ。ピンいたね、ネズミのが、なんか怖そうな顔してるやつでしょ。ピン、久しぶりやんけ。おいっす。おお、相変わらず怖いね。おお、スマキチ、お誕生日おめでとう。おやかバスで、あ、見てない。ありがとう、ありがとうございます。いや、この机って流行ってんのかな。さて、じゃあバースデーケーキを、部屋に飾ってみますか。
な、お、どうしてコージ。なあ、ムディ。おやって、もしかして口癖ある？なんかよく、くるりって言っちゃってたしんだけど、くるり。あー、はいはいはい。言ってる、くるり。なるほど。じゃあ、直しなよ。直そう。わかった。どうよ。こじこじ。コージだからこじこじ。かわいいじゃん。バッチバッチ。こじこじ。うん。いいよいいよ。よし。いいねいいね。こじこじ。お、うずまきさん。うずまきさん、ついですか？あ、どうも、うまい坊さん。きょん。私、この村に住んで一番良かったのは、スパークさんと、あー、家も近いもんね。うん。あー、ありがとう。ありがとう。そんな遠慮して、というか、そんなね、気を使わなくていいのに、そんな半年間も、放置していた人のことなんてね、まだいるし、どうして保つ？何か言うか、まだ。はい。あー、夕焼け、まあ少し夕焼けっぽいね。そっか、今もう6時前か。いやー、最近ほんと寒いね。いやー、よし。さて、おお、はあ、全然覚えてねえや。こんな部屋だったんだ。なんか ATM いっぱいあるし。うわー、懐かしいな。お、ごまだねー。いいねー。じゃあどうしよう。荷物いっぱいだよね、今。どっちしろ、あ、そっか、お薬で空いたのか。よし、じゃあケーキをここに乗っけるか。プレゼント開ける。バースデーケーキ置きます。おー、いいね。あった、嬉しい。これ大事に飾っとこう。いやー、うわー、懐かしいなー。この部屋なんかいただいたものがいっぱいあるけど、こういうのね、懐かしいなー。昔アメリカ人の方と通信したね、そういえば。いやー、これも友人にプレゼントでもらって、2階以降、2階は2階って確かさ、なんか住民にもらったものとか。おー、はあ、なんだこの部屋。なんだこの部屋。あれか、ハーベストフェスティバルの時か。いやー、この部屋リフォームし、あ、うん、こ、うーん、いや家全体的にリフォームしようか。じゃあこれからね、とりあえずさっきなんか買ってる気がする。そう、クリスマスツリーだ。クリスマス近いからね。それは1階に置いといた方がいいんじゃない？やっぱ、リビングにね。小さいクリスマスツリー。なんか、どうしよう。椅子2個もいらねえな。俺一人暮らしだし。じゃあ、かわいいクリスマスツリー。いいね、かわいい。いいね、いいね。よっしゃ。よし、じゃあ、今回はじゃあ、この辺で終わりにしましょうか。じゃあね、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ、また次回、不定期になりますが、よろしくお願いいたします。では。